モトローラソリューションズは通信事業の会社である。2011年1月、前身であったモトローラは、モトローラソリューションズとモトローラモビリティに分割された。本社所在地は、イリノイ州、シカゴの 500S とモンロービルディングである。現在の事業部門、過去の事業部門。 2010年7月19日、ノキアシーメンスネットワークス社とモトローラソリューションズの前身であるモトローラ社は NSN がモトローラの無線ネットワークインフラ部門の大部分を12億米ドルで買収する合意に達したことを発表した。これにより NSN は米国及び日本におけるプレゼンスを大幅に強化するとともにベライゾンや KDDI などモトローラの顧客である 通信事業者との関係強化を目指した。当初は12月31日をもって売却完了2011年1月1日からの新体制スタートを目指して調整を進めていたが中国商務省から独占禁止法に触れるとして承認が降りなかったため12月28日にスタート目標を2011年第一四半期へと延期した。翌年1月24日 中国の大手通信機器、ベンダー、ファーウェイテクノロジーズが、イリノイ州シカゴの連邦裁判所へ、1月4日をもって、モトローラから分割されたモトローラソリューションズの同部門買収差し止めを求めて提訴した。これは、今回の買収により、モトローラと提携していた花ための持つ GSM や、関連の知財や、業務上の秘密などが不当に、NSN へ渡るという内容であった。 3月9日、シカゴの連邦裁判所がこの訴えを認め、事実上買収話が凍結された。買収自体型メーカーを含めて再交渉になるか、NSN にとって興味がないと言われていた花ための技術に関わる部分を切り離しての売却となるかが注目がされたが、4月10日、モトローラは花ためとの間で競争中であったすべての訴訟を解決することで和解した。 形装項目の一つに、花ためが、モトローラの機密情報を不正に入手していたという2010年の訴えが含まれており、また花ためにとっては、モトローラの同部門買収が、米国政府の圧力で実現できなかったという背景もあったことから、花ためはモトローラに、かなりのダメージを与えた結果となった。この和解を受け、中国商務省も買収を承認。 2011年4月29日をもって売却完了4月30日からの新体制スタートとなった。ありがとうございます。